お父さんがサッカー部のサッカー少年団のコーチ。まあ、よくそうですね。そのボランティアで、うん、こんなちっちゃい市のクラブチームのお手伝いじゃないですか、うんまあ、コーチをしていて、うん、でそこに一緒に連れられてサッカーやるようになりました。まあ、もともと社会人の方でサッカーやってたみたいなんですけど。へー、サッカー選手にしたかったのかな。したかったんでしょうね。その三浦知良選手が大好きで、うん、から僕の名前を取ったみたいな思いさんで。そうなんだ。知良、知樹、めっちゃ好きですね。時間つけたかったみたいなこと言ってましたね。へえ。これだ、2003年かな、あのアルビレックスの。はい、昇格を見て、はい、まあ、地元でプロになりたいと思ったっていうのも見たんですけど、最初 J2 だったんですけど、その時ちょうど川崎フロンターレともよく試合をしてたと思うんですけど、昇格だって2003年ってめちゃめちゃ争ってる年です。そうっすね、はい、はい、フロンターレは勝ち点差1で昇格を逃してる年です、はい、で新潟が昇格したんですけど、はい、その瞬間は見たんですか。見ましたね。現場にはいましたね、スタジアムに。はい。どういう思い出ですか。来年から J1 っていうのも、うん、多分あんまり理解できてなくて、うんうん、ただあ、じゃあ来年じゃあ誰々と試合するんだみたいな感覚だったと思います。新潟でプロになりたいと思いました。でも、うん、まあそうですね、やっぱ一つは地元だったのもありましたし、うんうん、まあ、両親にもやっぱりそういう姿を見てもらいたいっていうのもあって、やっぱ新潟でしたね。天才って呼ばれてたんでしょ。いやそれ俺に言っても他に言う人がいないから天才ぐらい新潟にいらした方にちょっと話聞いたんですけど、やっぱり天才だったって言ってました。すごい天才だった。そうですね。なんか普通の高校生でちょっと考えられないようなものを持ってた。それはやっぱりこう自分でも、あ、これは結構いけるんじゃないかなっていう自信持ってた持ち始めた時期ですか。持ってた時期もありましたね。その最初練習参加行ったのが多分高校2年生の夏とかだったんですけど、うん、紅白戦をチームがやっていて、うん、僕は出てなかったんですけど、うん、急遽誰かが怪我した時にパッて入った時に紅白戦じゃ何もできなくて、うん、でそこであれって思ったのは覚えてますね。初めてのプロの洗礼みたいな、はい、まあ、結果トップチーム入るんですけど、はい、まあ、1年目試合に出れなかったっていうところもあって、はい、私こっちの方がびっくりしたんですけど、その翌年にJFL だった山口に。そうですね、みんなからも驚かれますね、うん、3つカテゴリー下げるってこれ当時なかったんじゃないですか。なんかそれも、うん、なんか誰もやってないしいいんじゃねって思ってました多分。そっから這い上がったら、うんうん、いいんじゃないって多分自分の中で思ってて、でなおかつその山口の当時の監督が、うんうんうん、で僕は高校時代のアルビレックスユースの監督をしてた人だったんです。上ってなさんね、はい、うん、でその方が、まあ、僕もよく知っていたし、うん、上野監督のことをよく知ってくれていたんで、うん、まあ、高卒で卒業したばっかりだからあんまりカテゴリーを下げることは厭わないっていうか、その意味をあんまり分かってないままいたのかなって思ってたんですけど、そうじゃないですか。さすがに、はい、分かります、ね、結局その JFL から、J3 かで、はい、まあ、その後も J2 にも昇格経験されてますよね。やっぱその経験で結局こう良かったっていうか、その選択は間違ってなかったなっていうふうに改めて思われますか。まあ、勝っていくチームの雰囲気だったり、うん、感じることができたんで、うん、はい、良かったな。で山口の JFL の環境ってどんなの。全然違いますよね多分。全然違う、まあ、やっぱ人工芝ですし、クラブハウスもないですし、ない、使用したのシャワーもないです、ないです。シャワーも市のなんていう公共施設を使うんで、100円3分とか。
100円お金がいるのやっぱり、はい、頭がチャーってて止めて、うんうん、でそういうのをやっぱ何分間余らせといて次の人に使ってもらうとか いい先輩とかやっぱり何分余ってるよって言って1分1分残しといたよって言われたら ありがとうございますって言って、あ、いいかっつって、でたまに1分残ってると思って行ったら残り1秒で一瞬で終わるっていうパターンもありましたし騙されたみたいに、そういうのもありましたね。あとはみんな働きながらやってる選手も当時多かったんで、そうか、とかは言い方からレンタルだったので、うん、はい、もうサッカーだけで一応やってましたけど、まあ、それでもチームのグッズ販売する場所で、まあ、バイトじゃないですけどチケット買いに来てくれる人にチケット、なんですか、レジをやったりとか、なんかそういうのもやってましたね、当時は。ガラッと環境を変えた中 で、ね、本当にやっぱ新潟にいたら経験はできなかったことを、まあ、山口ではさせてもらったなと思います。経歴だけ見てもすごいいろんなことされてるなと思ったけど、山口行って、甲府行って大分、これざっくりまとめちゃったけど、めちゃくちゃ動きましたね。動きましたね。1年、まあ1年に1回は移籍してたんで、毎年毎年、はい、移籍するけど引っ越し大変だなと思いながら協調性はもともとですか、やっぱこういう経験の中からも生まれてきました。いや、やっぱこういう経験もそうですし、いろんなチーム渡り歩いて、うん、はい、こういう風になったんじゃないかなと思います。遺跡って転校みたいなもんじゃないですか、転校生。最初はしんどかったっすね、うん、山口のその J1 から JFL 行った初日とかはやっぱすごい目で見られるわけですね、うん、あいつ J1 らしく。そうか、そうか、そういうのもあって、うん、いやでもそりゃそうですよね、若いけど J1 から来てどんなもの見せてくれんだよお前って。そうですね、はい、うん、なんかでもいろんなカテゴリー経験したことで、まあ、本当すごいじゃないですか、 JFL、J3、J2、J1 ちょっと 笑ってきちゃうくらいいろんなこれがから自分こうなったんだなとか一番感じるのってどんなとこなんですか。まあ、カテゴリー関係なくやっぱり、うん、まあ、サッカーに際する姿勢っていうのはやっぱもう、うん、だからこそ多分こういうとこまで僕も上り詰めれたんだと思います。